はいどうも、サザヤミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと前々からやろうっていう話をしていて、全然やってなかったことがありまして、ちょっとメガホンをやっていこうかなと思います。なんかメガホンでどこまで俺の声を届かせられるのかっていうのをやっていきたいんですけれども、前はねジョニーで試したんだよね。で、今回はとりあえず住民たちを呼んでいきたい。やっていきましょう。まずしずえさんとか行かない？しずえさん、返事がないや。近くにはいないのかな。しずえ、オッケーです。ここの中に入れられてたらダメ？しずえ、違うんだよな。しずえ、みさきじゃないんだよな。じゅん、この声は天使の声。レベッカ、スパーク、誰か呼んだか。近っ。じゅんくんとかは余裕で反応してくれるんですね。やっぱ中にいたらダメなのかな。それだったら、オーマイガー。一応なんか師匠とかタヌキチとか呼べるらしいんだけどね、聞いた限りでは。美咲さんいたよな。リッキー、なんで俺後ろ向いたんだ今。リッキー、あ、会釈してくれるんだ。あ、ダメダメ、行かないで。で、近くにいたら、美咲、こっちこっちこっち。あー、みさき、あ、ごめんごめん、近すぎたら怒られるんですね。みさき、みさき、気づいてもらえない。ももこ、わあ、近すぎる。なんなのよ、こんなに近いんだから聞こえるって。あ、めっちゃ怒っちゃった。ここら辺はどう？もーもこー、ダメだ、怒ってるからもう反応返してくれないわ。ごめんねよ。そういうことか。シルエットちゃん試してみよう。シルエット、返事がない。ララミーちゃんとかいる？ララミー、ララミーちゃん近くにないか。たぬきち、カッペー、カッペー返事した。カッペー、なんだべー。カッペー外にいるもんね。カッペー外にいるから反応してくれるっていうのはわかるんだけど、じゃあカッペーの近くで鳴らしたら怒るかな。カッペー、あ、返事してくれた。カッペー、挨拶してくれるんだ、近くに行ったら。じゃあしずえさんとかはあれなんだね、イベントの時でしかメガホンで呼んでも返事がないってことか。師匠とかは一番最初だね。一番最初の時になんか署名活動してくれないかみたいな感じのやつの時にしか無理なんだろうな。レベッカー、マジか。多分これ商店街の方行ってるやつだな。
叫べないのここ。あー。ダメだ。なんで自分の村なら迷惑じゃなくて、ここなら迷惑になるんだろう。すっげー話変わるけど、なんだっけな。これか。待ち盛りの時になかったんだけど、これグレースのリボンになってるんですよ。これよくよく見てみたら、グレースのなんか認定書になっていて、なんかこう待ち盛りでグレースに認められたケイトさんの、なんか認定書がここに飾られてるっていう話があるそうです。俺もそれ最近知った。こういう若干待ち盛りのつながりがあるのいいですよね。で、これはまあ言わずと知れた。なんか見てみたくない？もうちょっと近くに寄って。火曜日は1週間の中でも誰がちな日やから、引きを引き締めて頑張らんとね。副職人が大きなミスをするのは決まって火曜日やって、お母ちゃんが口癖のように言うてましたから。上から順番に見ていきたい。でも真ん中のさ、絵の2人ってなんとなく漁師な気がしない？あさみさんと絹代さんの漁師な気がする。で、下の写真もあさみさんと絹代さんの両親の結婚式の写真で、で、なんか右側の写真が多分3人、あさみさんと絹代さんとケイトさんの写真な気するよな。おきに。上はわからん。上は結構難しいですね。いつか検証したい。ナターシャちゃんも可愛いな。マスターとかは？マスター。ダメだ。やっぱ室内にいたら無理なのか。で、ちょっとね、やりたいことがありまして、ちょっとマスターに会いに行きまして、ちょっとコーヒーを飲みたいんだけど、ちょっとこのレベル上げていきたいな。あ、ララミーちゃんこんなところにいたの。紅茶もいいですけど、コーヒーを飲んで一日の気合を入れたいと思います。そうだな。では砂糖の量はいかがしましょう。あ、ここまでやれたんだっけ。2個。なんか全然ね、マスターとの好感度を上げてなくって、ハニワすらもらってないんですよね。甘くて苦い、癖になっちゃう味だ。というわけで今回はちょっと、まあ、メガホンで住民たちを呼んでみたんだけれども、あ、桃子機嫌直ってる。近すぎるな。桃子ー、桃子ー、こっち気づいてくれないのかな。ももこー、これな、気づいてくれないもんね。ももこー、このメガホンの効果いまいちわかんねえな。そう考えたらさっきみたいなカッペ、あ、リッキー、リッキーくんは返事してくれた。ミサキちゃんは？ミサキー、気づいてくれない。リッキーくんだけが唯一気づいてくれる。これ何なんだろう、好感度の違いとかかな。リッキー、ほら、リッキーくんだけが唯一挨拶してくれますね。スパーク、目の前にいるのに。ジュン、この声は天使の声。それだけか。まあ今のところミニミニ村に外出てるのがこれだけの人数しかいないから、まあ、これだけしか試せないんですけれども。キャロライン、ダメだな。静江さん試そうぜ。なんか1年ぐらい前にナイスをこんなところで出会えるとは。
1年ぐらい前に試した気するんだよな。パニエルとかしずえさんとか。ペリオー、あ、ペリオはちゃんと返してくれる。遠くに行ってペリオー、誰か呼んだかーい。呼んでるんだよ。シルエット、シルエットじゃもう反応ないな。シルエット、やっぱり周りを見渡してますね。なんでなんだろう、リッキーくんと何が違うんだろうな。やっぱ好感度かな。しずえー、イエー、つねきちー、ララミーちゃんじゃない、つねきちー、ララミーちゃんじゃない、つねきちー、お、お前になんか喜ばれてもちょっとあんま嬉しくねえけどな。パニエル、パニエルなんか昔試した気するな。パニエル、イエース、パニエルはちゃんとやってくれるな。これどっちだっけ、セイチか、かぶりばあさんか。毎回わかんない、色似てるし。まあ、かぶりばあさんだったわ。なんか頼んどく？言うてもな、昔一回、お茶受けセット、頼んだ気はするんだけど、結局使わずじまいで、やめた気がする。あんまり無駄遣いしないでおこう。なぜか住民はリッキーくんだけ返してくれたということ。なんで今帰れたの？走った俺。走ってない気がするんだけど。上から下に降りるときって走った判定になるのかな？それは知らんかったわ。まあなぜかリッキーくんだけ反応してくれたということなんだけど、まあまあまあ、リッキーくんと他の住民の違いとして一番大きな点ってやっぱり、好感度な気がするんですよね。でも好感度が高い住民だったら反応してくれるのかもしれませんということで、まあ、今回はいろんな住民をメガホンで呼んでみたでした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。めっちゃおっしゃってんな、シルエットちゃん、リッキーくん。